やばいです。こんなところから混んでます。やだ。全く進みません。そうね、ドーム違うドームはあそこ見えるな。ここですね。大変です。こんなものいりません。好きなとこ止めたらいいじゃないですか。逆さです。はい、好きなとこ止めたらいいじゃないですか。はい、はい、ミクロン。はい、昨日まで通ったところが通りません。大回りしろっていうことですね。そうね。車止めたところがわからんないそうやね。D。D。選別所があるよ。相当遠回りのコースですねこれは。あっちあるよ、ツアートラック。はい、はい、うん、はい、行きましょう、この通りね。あっち。はい、ああ。
いろいろもらいました。どうもありがとうございます。じゃあ続けよう。いいですね。あっちの車には前がある。同じ人形やね。うん、だってこの人形しかないやもん。あ、そうだ。 あとは麦わら帽子のがもう一個前のがあったけど。はい、うん、したよ。うん、海のそばやったら風が吹いたらね、抜けに行けんから。
これは昨日わからんやった。昨日この上から来たから。どう見ても搬入口じゃん。搬入口だね。めちゃめちゃ時間かかりそうや。うん。
はい、なんで、流れ橋の道の左側です。できないです。そうですね。松山でダメやな、これ。松山やるか。松山も散々並んだけど。広いですね。うん、でシャトルバスってことは、この人たちはほとんど外から来たってことよね。ご苦労様です。うん、道を塞ぐものは何もないけど、そうね。すごいね、また乗れんやん。のどうせまた出るのにめっちゃ時間かかるんやろ。かかる。んでシャトルバス乗ってもね。マヤやん。フェスの時もそんな感じないよ。うん。フェスの時も？うん。ひどい。でもこういうなんかバスが出るんやろ。あ、出るやろうね。もう開き直ってた、ゆっくり帰る。そうね。サブ、そうやね。で、砂漠いんやん。回転せんない、ここで止まっちゃうから。なんぼのしても進まへんやん。ね、途中どこ寄る？トイレで。私はまだ大丈夫やけど、ずっと車の中おったら分からんよね。家を出る感じでから行かないと。そうね。どう食べるの？どうする？今2人で帰る？帰る？帰る？おじさん？いや、あんまり空いてない。じゃあ家で食べる。食べれる？あ、お腹空いたらさっきのおにぎりまだあるし。あ、大丈夫やろ。うん。なんかサンドイッチ持って帰るの？サンドイッチなの？カップはちょっと。え、食べちゃったのよ、なんかその油のさ。シャトルバスいっぱいありますけど乗れません。車が出ません。この矢倉は何のためにやったんやろうと思ったらサーチライトなわけよね。この矢倉立てようとない。何のため立てようか思ったんやけど、ライトがないと見えないけどね、ここ。あっちよね。あっちあっち。 D やけ、ここや。
まあ、待ってますぐやろう。はい。どういたしまして、すごいね。すごいね。そこはトイレできるのか。200m ぐらい、200m、ここ 100m 近いんですよ。